屋敷で何かが起こるなんてことはありません。刀はお茶と同じく丁寧に味わってこそ本来の趣がわかるものです。一体どのような影響をヘイワットにもたらすのだろうか。お庭を掃除しましょう。それとお嬢様が好きなお花も。これは奉行様のご確認が必要な書類だ。
それと、thank you.